橋さんの使っているハサミがノートパソコン並みの価格ということを聞いて本当にびっくりしました。え、そんなにするんですか？10万、20万、30万とか。すごい。その方は長年愛用して研ぎながら使っているとのことでした。事務職の私が長年愛用している道具何かあるかなと考えたら、毎年同じタイプの手帳を購入しているのとペンだけでした。ドクターの道具も一つ一つ高そうですね。原さん、ドクターは長年愛用している仕事道具は何かありますか？長年愛用しているのは、はい、調子いいです。あー、どれぐらい使ってるんですか？ちょっと使ってません。買い替えてますから。雰囲気の花ちゃんと、はい、愛のフルコース
ますでしょうか。よくこめかみあたりをマッサージしたりするんですが、あまり効果ないような気がしています。いい方法あったら教えてください。私も疲れてる時に天気が悪いと若干こうツーンってきますね。だって頭痛がさ、女性の半分が頭痛持ちなんですよね。頭痛ってね、いっぱい種類がある。種類ね、それぞれによって対応法が違います。一番多いのはいわゆる緊張型頭痛、食べ物くらいはコロナも気にせず美味しくいただきたい。